こんちゃん、ハイカラニュースの時間だよ。今日もハイカラ司会の片隅から天力レールを届けします。アップデートの知らせ。そうなんですよ、ワンでおなじみのあのステージが追加されます。こちらもずく農園、見た感じワンとそんな変わってないけど、ちょっと道が複雑になってるのかな。さあ、あ、新しい武器も。何？あー、バレルスピナーデコ、スプラッシュシードリ、バブルランチャー。これめっちゃ強そうだね。さあ、見た感じは、パッと見は変わんないよね。こっち側も大して変わってない。金網の部分がちょっと変わってんのかな？あ、これも変わってるね。育て中、ワンよりなんか退化してないか大丈夫か？インクのかけすぎで枯れちゃったんじゃない？道は、ちょっと太くなった？短くなったのかな？どうなんだろう？そこまで大差はないように見えるけれど、なんかデコボコが増えてるね。これとか何？あー、単射程がこっから、あー、でも乗り越えることはできないんだ。単射程が当てられるようにみたいな、そんな感じ。こっち側は、あ、これもなんか濡れるようになってんだね。作物がなくなってると。ここは相変わらず乗れるって感じだね。大した違いはないのかな？これは結構広くなってるし、中央が隠れられるようになってんだ。潜伏ポイントが増えたみたいな、そんな感じなんですかね。じゃ意識しとかなきゃいけない場所が増えたと、そんな感じか。敵陣も、こっちと変わらないし、若干道が太くなったっていうぐらいで、大差はないのかな？でもこのちょっとした違いが、大きく戦況を変えるってことになりそうですね。やっぱワンで慣れてると、ワンの感じでやっちゃうから、このちょっとした違いが、後々響くことになるってことはありそうだね。ここもなんかちょっとくぼんでるんだ。ここチャージャーポイントみたいな、そんな感じ？こっから狙撃すると、右側隠しでちょっと撃ちやすくなってるみたいな、そんな感じなのかな。ここもちょっとデコッパしてる。直角になってると、いきなり襲われるっていうパターンが多いから、ああいう風に斜めとか、こういうなんか逃げ道スポットみたいなの、こういうのを作ったんだろうね。さあ、もずく農園いきなり出ました。やっぱり日頃の行いがいいとこうなるんですね。よし、やっていきまーす。今回使うのは、金モデラーです。2でかなり強化されまして、今最強武器の一角となっているんですけれど、こちらでヌリヌリしていきたいと思います。めっちゃキノコちゃんにかぶせてる。やばいやばい。キノコちゃんに液体をたくさんかけちゃってるんですけれど、さあ、こっち側は、チャージャーっぽいね、あれ。チャージャーで、危ねえ！ごめん、やめてやめてやめて！怖いんです、やめてください。やばい、二人で挟まれた。これでちょっと、ステップをかわして避けていく。ナイスナイス、オッケー。これでこっち側抜けちゃうか？まだいるか？抜けちゃうか？ここでちょっとステップかましといて逃げていくと、オッケー。さ、塗り状況はこっちの方が塗り武器多いから勝てるんじゃないかなと思うけど、あっ！タイヤ！すごいな、2発ぐらいしか当たってない感覚だったよ、なんか。お、いやいや、まずいっすね、これ。1人だけしか生きていない。実質オールダウン。そこにいる。これはちょっと安直じゃないか。こっち側から。あれね。あ、そっち側まで行けるようになってんだ。なるほどね。届かないよ、単射程だと。なるほど。ああいう風なくぼみ。あのくぼみに逃げれば、後ろ側に逃げられるってことか。追い詰められても。なるほどね。結構やっぱりそういう風に、積みポイントをなくしてるんだろうね。さあ、イカスピアも溜まったんで、ちょっと攻めていきたいけれど、もずく農園はね、元祖侵入口が多い。あ、ここにいた。わーい、こんにちはー。ペッチ。ペッチ。楽しい。私ね、爆発させて殺すよりも、こうやってペチってやって殺すのが大好きなんですよ。あー、ごめんなさい、やめてください。ごめんなさい、許してください。調子に乗りました。すいませんでした。二人は無理。さあ、前にもいるじゃないか。これは逃がしてくれ。逃がしてくれ。逃がして、お願いだから逃がして。あ、逃げてってくれた。ここいる？二人いるね、二人いる。ちょっと怖いんで逃げます。さようならと。最強の一角とは言っても、やっぱり塗り武器なんで、まだまだね。メインが強くなって、殺しに行く人も多いですけれど、この武器はね、まだまだ塗り武器なんで、殺しよりも塗っていきたい。すごい波動砲が流れてます。ちょっと通してください。これもハイパープレッサーも相当強化されましたよね。そのおかげでバケツちゃんが、ペキリンコ。ペキリンコ。楽しい。私、パブロで引き殺すのが一番大好きだったんですけれど、これの方が簡単に引き殺せるんで、最近はこれで引き殺すことにハマっています。爆発よりもペチってやった方が相手にとっては屈辱だと思うんでね。良い子は絶対に真似しないでくださいね。汚い大人に成長してしまうんで、絶対真似しちゃダメですよ。これ誰？あ、バケツか。バケツはちょっと怖い。逃げていく。さあ、こっち側に逃げていって、黒塗っていきましょうか。塗り武器のね、実力をどんどん発揮していかなければ。塗って塗って貢献する。縄張りバトルはいくら気にしてもしょうがないんです。塗って最後にね、多く塗った方が勝ちなんですから。ああいうのは逃げていくと。あと、ハイパープレッサー強いけど、殺傷力は高いけど、塗れないからね。縄張りバトル、びっくりしたよ！これはペチリンコできないな。爆発しちゃって、打ち合いか。やだな！オッケー、ナイス！危ね危ね。
スプシュとのね、あっ、え、何にしんだ、あ、ロボットオブが全然見えなかった。そう、第5の四角に殺されてしまった。これはちょっと全然戻れないんで、こういう細かいところ塗ってラストかな。1000ポイント超えてるし、貢献できたんじゃないかと思うけど、あー投げられなかった。よいしょ。さあどうでしょう。結構塗り勝ってたと思うけど微妙だな。いやでもこれは勝ったでしょう。敵陣のところまで行ってるし。ドドン、おー圧勝、ありがとうございます。まあ塗る武器多かったからね今回は、しょうがないっていうのはあるけれど。さあ結果はジグジャン、お、2番目ありがとうございます。さあ2連続でもずく農園、本当の日頃の行いが怖い日頃の行いが良すぎて怖いです。さあ同じ武器ですけれど、相手は、あー結構塗りたい塗りの戦いになりそうですね。ローラーが味方にいるので、たくさん塗っておいた方がローラーの人もね動きやすいと思う。たくさん塗っていきましょう。浮かすペアも貯めておきたい。人が来てないかな。長距離射程が来なければこうやって上に乗っちゃっていいと思うけれど、そこら辺にスプリンクラーをスポーンと投げて、でこっち側、あー結構攻められてんな。攻めてくるタイプかな。こんにちは、引き殺しに来たよあ、どういた、逃げられた、こっちかな。あー後ろだったか、くそ、引き殺したかったのに。引き殺し願望が満たされるこの武器最高なのに逃げてすげえ今サイコパスな発言したけど大丈夫か俺、大丈夫か、疲れてるのかな、ちょっと疲れてるって、それが考えられない自分で生きて自分が怖くなる、もうそういうのやめてほしいね本当に。さあ、あバブルランチャーたくさん来てる。あちょっとこっち側塗っといてみたい。1か、しかもバレルいるから近づきたくないな。お、倒してくれた、ナイス、あまだいるね、上を、お、ナイス、いいじゃない、味方の方強い。でも相手だったのかな今のは。さあ、こうやってジェットスイーパーという長距離がいるんでね、こちらには長距離対決だったらジェットの方が距離が長いはず、わかんないけど試してないからまだ2では2になってからね、ちょっと弱くなって、あ、ここにいる、なんかピチピチ泳いでる、かわいいアフロ君を倒したぞ、いいぞいいぞ。アフロの道は3日にしてならずって言うからね、素晴らしいね。あの頭洗うの大変だっていうのをね、それをね考えてもちゃんとアフロにするってことは、やっぱりねそのおしゃれにファッションセンスにすごい気を使ってる方だと思う。あ、分かった、こんにちは、こいつ過ごしたら、あ、間違えて使っちゃった、ヨウジュちゃんがやられたかと思ってた。あ、こんにちは、こんにちはやっぱペチって倒すの楽しいわ。さあどうでしょうか塗り状況、今まだピンチどっちもついてないから、ね、後ろになんかいるな。この飛沫はバレルか、違うね、なんか倒してくれた。あー多分スプリッター、スプリッターじゃなくてなんだっけ、スプラッター未だに名前覚えられないんだけど、まだ一回も使ってないな、あの武器も使ってみたいね。さあここにちょっとスプリンクラー投げておいて、スプリンクラーはねあの侵入しなくても勝手に乗ってくれるんで非常にありがたい存在ですね。さあ残り1分でまだ1000ポイント、こんにちは、もう一回100ペッチ、あ、ダメよこのままだと、あーすげー構えてる、バレルだと破壊されちゃうから、破壊しとこう、オッケー、ナイス。バレルはねこのイカスピはすぐ壊されてしまうんで、よいしょ、なるべく逃げて、うーはどこ、逃げられない、逃げ道を塞ぐなんて、やめてやめて、あれバレルのあれじゃなかったの、バケツか、スロッシャーのあれだったね、逃げて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 、オッケーと、単純な打ち合いじゃ勝てないんだあの前で、逃げていって、お、バブルラ、あそこに、うお、びっくりした、もうやめてって、だから、打ち合いは嫌なんだって、集中しちゃうじゃん、気楽にやりたいの、縄張りバトルは、心臓ドキドキさせるような恋をやめてください、私を気楽にやりたいんですよ。さあ、あとは、こっちから来るかな、侵入物が多すぎるんだよね、もずく農園は。縄張りならまだしも、ガチマッチだとね、さらに増えるからね。さあ、これ投げて、最後、インクを回復させつつ、イカスピアで爆発して、フィニッシュ！完璧でしたね。いい感じに塗れたと思います。塗り状況は？ああ、また圧勝だね。強い強い。やっぱ、金モデラーが強いんだね。縄張りバトルだとほんと最強だわ。55.8、ありがとうございます。さあ結果は？この武器内だったら俺が一番塗ってるんじゃないかな。ドコドン！ダウントツー！ありがとうございます。ラン、ランララランラン、ラン、ランラララン。こんにちは、スパイキーくん！今回はね、ギアパワーの復元というものを私初めてやるんですけれど、挑戦してみたいと思います。ギア 3.9 が簡単に作れるということで、こちらのスペシャル性能アップ、やってみましょうか。お願いします！すごい簡単にできる。何これ、ダウニーの頃が懐かしいよ、あのクソニート。ほんとあいつのせいでね、苦労しましたけどね。こんな簡単に 3.9 ができるんだね。一足いってみましょうか。これかなり重宝すると思う。こんなにあっさり、今までの苦労は何だったんだろう。ほんとあいつクソだよね。
あいつのおかげで数多くのプレイヤーがね、苦労してきましたから、本当、スパイキーくんマジ天使。天使に見えるわ、この姿が。可愛らしい。見た目でもこっちの方が全然可愛いしね、あのニートと比べたら。こうやってね、確実に 3.9 が作れるのって本当にいいよね。あのスロットでどれだけ神経をすり減らしたか。ああ、これで相手インク軽減も 3.9 と。わ、すごいわ。愛してるわ、マジで。はい、というわけで、2になってからね、3.9 すごい早く作れるようになりましたからね。皆さんも、この快感、早く味わってみてください。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。